UR はたくさんの人と人がつながる暮らしを作ってきた。実はそのノウハウがこの東北の地でも生かされている。さまざまな災害からの復旧とその後の暮らしの復興に、建てて終わりではなく、人とつながる安心を作り、暮らしを咲かせるのが UR である。町に暮らしに安心を、 UR である。僕は宮城県出身なので、なんか馴染みのあるところでのこの撮影っていうのはなかなか不思議な感じでしたけど、本当にもうね、朝早くだったりとか寒い中、地元の方にたくさんご協力いただいて、もう本当にみんな親戚なんじゃないかなって思うよう なんかすごく素敵な撮影だったなと思います。最も難しいですけど、その親戚度合いで言うと、女川の撮影の時に僕の小学校の時の担任の先生が撮影にご協力いただいてて、で最初気づかなくて、こうドローンに向かってこうみんなで手を振ってるシーンの始まる時に、後ろからこうトントンって叩かれたら先生がいて、本当にそれびっくりしましたね。嬉しかった。そう、あ、東京とかでも UR 住宅の方に撮影で伺わせていただいたりしたんですけど、その時はやっぱりなんて言うんでしょう、お部屋だったりとか、あとはまあ環境、その暮らす上での環境づくり、公園だったりとか緑だったりとか、そういうなんて言うかな、こう上のイメージはあったんですけど、今回東北のロケではこの土壌づくりというか、その、まあ、震災だったりとかそういうところでのこう基盤まで UR さんやられてるっていうのはなんか改めて知って、そこは結構イメージが変わりました。南三陸だとこうもともと住まれてたところよりもこう高台にその住宅を作って、でそこで使った土をその生活の生業とされてるところにこう持って暮らしの作っていくっていうか、そういうところはなんか、うん、その地域地域でいろんな取り組みがあって素敵だなと思いました。いや、存じ上げなかったですね。でもなんかまあね、もう、うん、会ってほしくはないと思いつつ、そのいつどうなるかわからないのがまあそういう災害とかだと思うんですけど、なんかこう多賀城とかだと1階部分はお部屋は作らずに2階以上でこうお部屋を作って、下はまた別の使い方をされてたりとか、そういうなんて言うんでしょう、経験を糧にというか災害防止策みたいな感じでこう僕たちの安全をこう作ってくれてるっていう取り組みは本当に素晴らしいなと思いました。今回は僕のふるさとでもある東北で撮影させていただいたんですけれども、まあ、その UR さんのこの災害を経てだったりのこう土壌作りだったりとか、そういった取り組みを改めてこう知っていただけたらいいなと思いますし、暮らしてらっしゃる人たちが本当に温かい場所なので、景色もいいですし、美味しいものもありますし、本当になんかまあご興味があったらこうぜひ東北にもいらっしゃっていただきたいなと思いつつ、その中でこうまあ、そこに暮らしている人たちのこう安全だったりとか、そういう取り組みをされている UR さんのなんか働きをこう知っていただけるきっかけにもなればいいなと思いますので、ぜひご覧ください。